昨年創設60周年を迎えた航空自衛隊が新記録を達成しようとしている。とは言っても、おめでたい話ではない。空自戦闘機が日本領空に接近した軍用機などに緊急発進した今年度の回数が、昭和59年度の過去最多944回を上回る勢いなのだ。防衛省統合幕僚監部の集計によると、昨年12月末の第3四半期までで744回。単純計算すれば、1年間で992回に達することになる。一触即発の危険にさらされるスクランブルの中軸を担うのが、自衛隊向けにライセンス生産された F-15J 戦闘機だ。同機が最新鋭機として新田原基地に配備されたのは昭和56年。戦闘機の世界ではベテランの域に入りつつあるが、今後も空の守りを担い続ける。息の長い選手生活の秘訣は拡張性の高さにある。拡張性が高いとは、新たな装備をより多く搭載できることを意味する。空自関係者は、 F-15 はもともと機体が大きく、設計に余裕がある。レーダーやミサイルなど新たな機能が追加できるので、何年経っても古い戦闘機にならない。コンパクトな機体の F-2 戦闘機と比べると格段に拡張性が高いと解説する。